タコくんです。スミレです。渋谷の任天堂ショップに行ってきました。公式のね、東京、これこれ、もう店内がもうマジで可愛すぎる。もうぜひその動画も見てみてください。楽しいので。それでは開けていきます。イエイ。いいよ、はい、大物から行こう。やったやったやった。クッション、これいいよね。なんか昔っぽくて、なんか色がね、これなんか絵の具っぽいでね。 裏もね結構いいんでね、うん、かわいい。思って、やっほー、キノコ持って、ヘイゴー。裏がピーチ城とかキノコの家とか、なんかあのゴールした時のとか。あ、これパックンフラワーだね。やってますか。お、気持ちいい。タコくんの部屋に置いて、なんか次、じゃ次、たったら私のです。これはぬいぐるみです。また増えましたよ。これ待って、どっちがつぶきちだ。いいね、尻尾の模様見て。こっちがもうきちだ。こっちがつぶきち。タコくんはつぶきちの方がなんか可愛い。なんとかなのも、ダダも言わないな。うん、まあこれは言わない。普通に目パッチリ開けてる。いいね、これいいね、かわいい。ちゃんとバッチがついてる、たぬき開発の。ここがポケットになってるね。次はこれですね。これそれ何。これはね、8ビットコレクション。マリオとルイージとキノピオとドンキーコングとリンク、いっぱいあります。リンク、うん、これなんか立体感がすごい。すごい、かわいい。めっちゃいい。おぉ、待って、これなんか飛び出してるね。これ立つのかな。ちょっとこれ出してみよう。立つってことは全部立つんだね。立つ、キノピオとかいいね。おぉ、やっぱドンキーコングかっこいいね。やっぱドンキーコングかっこいい。すごいね。リンクいいわ。盾持ってて、あれ、マスターソード持ってない。リンクマスターソード持ってない。盾しか持ってないよ、戦えないよ。マリオとか結構ごつい。次、いい？来ました、お服が来ました。はい、お服ですよ。任天堂東京さんのこれ限定のやつ。しずえさんの、しずえさん、ちょっと着てみるか。髪がこれいいね。マリオとインクリング、ガール。お、しずえさんと住人、これリンク、いいね。任天堂のもうオールスターがいますね。いいわこれ。次は、はい、これです。消しゴム詰め放題でよかったです。もういいね、いっぱいあんじゃん、マジで。いっぱい多い。はい、これになります。何個だ。16個入ったんだ。意外と入るの。タコくんにこれからあげるやつを紹介します。これだけと、これいいの。ハテナ、ハテナいいの。これハテナ嬉しいんだけど、1つあればいい。ありがとうございます。もう1個欲しい。もう1個欲しい。次、箸ね。箸、この箸いいでしょ。なんか家族で使えそうなんだね。ちょうど欲しくてね、探してたらちょうどいいのがあった。これレアだね。マリオの箸なんて想像ってないよ。はい、かわいいですね。1、2、3、4。すみれの、たこくんの、パパの、お母さんの。よし、次はスーパーマリオの、マグネットコレクション。これどれが出るかわかんない。どれか入ってる。タコくんはやっぱね、3D ワールド狙いで。3D ワールドか、ワールド。スーパーマリオワールド、ヨッシーのやつ。よし。なんだろう。いいの来るといいな。よっ！どれ？見せて。これも欲しかったぞ。お !64!64 って言ったらあれでしょ。最初の 3D は、マリオらしいですよ。すごくない？これなんか、おしゃれ。3D。おしゃれなデザイン。3D みたい。マリオがなんか浮いて見える。いいね、これ 3D 感、立体感っていいわ。マグネット。じゃあ次、トランプ。これもね、気になってました。うちちょっとトランプ結構ね使うんで、ね、いつもね大貧民です。大貧民知っております。ね、知ってるかな。大貧民開けてみる。これケースがちゃんとしっかりしてる。裏の柄はね、いいですね。アイテムがある、いろいろ。このさ、びっくりマークのは何？あ、これ押すとなんか発動するやつ。じゃあこっちの青いアイスフラワー。内側はじゃん、あ、ジョーカーだ。カードがしっかりしてていいね、なんか。いきますよ。
失敗したら。まあいや、見てこ見てこ見てこ。け、マリオ。あ、キノピコとかいいんじゃん。おお、かわいい。あ、ボムヘ。なんかさ、見て。結構マニアックなキャラあるよ。ベイビーデイジーとかたまにしか出ないね。マリオカートね、超レア。あ、ボスパックン。ボスパックン。もっともレアです。もっともレアです。あ、これ結構レア。キャサリン、チコ、あ、ハナッタン。ジョーカーはクッパとクッパジニアなんだね、やっぱ。マリオはキングだね、やっぱ強い。でもこの中で一番強い多分ネゴマリオだね。ポンポン。はい、これで全部です。結構ね、グッズいいね、やっぱ全部。うん、どれもいいね。かわいい。レシート見て、裏側マジで超いい。まぁ、あ、ちょっとお代金とかは見せれないけど。これもらいました。なんかシールを貼るやつ。シールコレクション。シールはシール今日で4つ5枚5枚か集まりました。どれ貼る。マリオ。かぶったのがマリオですね。私クッパ貼ろう。すごいね、かわいい。このね、ステッカー実はものすごく種類があるみたいです。他に何があったんだろう、ちょっと気になる。マリオとクッパ出たのすごいよね、結構。あと、インクリングも出たし、メッセージカードももらいました。これなんか多分誰かにメッセージ書くときとか、これでもらったら嬉しいよね、なんか。はい、メッセージカードもらえていいね。これもらったらめっちゃもう、めっちゃ嬉しいよ。ニンテンド東京。シールを貼ったら、こんな感じになるよ。こんな感じになります。皆さん見てください。袋もめっちゃおしゃれ。袋だけで欲しい。だね。オープニング真っ赤でニンテンド東京。この色いいよね、抹茶。そうね、大満足でした。もう店内がもうやばかった。プラスもうグッズも可愛すぎる、おしゃれすぎる。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら、バイバーイ。また見てね。バイバーイ。